京成電鉄3100系1995年撮影、京成3100系電車とは、1960年から1998年まで、京成電鉄に在籍していた通勤系電車である。本校では、千葉急行電鉄へリースされていた3100型についても記述する。1960年11月から1962年2月に、 かけて3050型と同様に3101から3116.3121から3136の2両固定編成16本32両が製造された。3050型と異なる点は、前小灯が左右上部に振り分けて配置された点や、側面乗務員室扉が大型化された点である。 3101から3116が1960年11月落成の一時車で、3121から3136が1961年11月から1962年2月落成の二次車。二次車は形成では初めて空気バネ台車を本格採用した。駆動装置、モーター。 台車の組み合わせは3101から3108.3121から3128が TD カルダン。東洋電気製造製モーター TDK8104 回。汽車製造製台車 KS-116A。3109から3116.3129から3136は WN カルダン。三菱電気製モーターメガバイト -3028。30 住友金属工業製台車 FS-329A である。二次車の3二2 1から3136は、仕様も一次車と異なる点が多かったために、3120型と称することもあった。一次車との相違点を記す。また、当時京成電鉄の傘下にあった小港鉄道が1961年より導入したキハ200系機動車は、 本系列の全面デザインや塗装に影響を受けたものとされている。1970年前後に屋根部の二段構造を廃してベンチレーターの取り付けや側扉の窓ガラス支持方式を黒エッジゴムから金属に変更された。3121から3124はステンレス製の小窓タイプ扉を使用し、冷房装置等最後もしばらく使用された。 なおステンレス製小窓タイプ扉は1971年、下期に製作された神経製800型で採用されている。その他、一時車においては、運行番号表示器を二時車と同様に、運転台窓に掲げるタイプに変更し、同時に運転台窓の上にあった表示窓は廃止された。1980年春以降、 更新前に3105から3108.3121から3124.3133から3136で2トンカラーからファイヤーオレンジベースへの塗装変更が行われた。側面車名ロゴ表記が KDK のファイヤーオレンジベース塗装は3105から3108のみである。 1982年2月から3月の間、1月末日に廃車となった、アオデン、カルダン駆動試作車の2203から704の後継車として、更新入場直前の3121.3122が、暫定的に行商専用車として使用された。その後、急行電車の最後部車両への設定を経て、2013年3月に廃止されるまで、 平日朝の普通一本の最後部車両に設定されていた。更新前の編成や運用などは一時車は車両番号順で4両編成を蘇生したり、3000.3050型と組6両を蘇生することが多かった。二時車は空気バネ台車を装着するため、両開き扉車の3200系4両編成の上の寄りに連結して、 六両編成を組むことが多かったが、片開き扉車と両開き扉車の根結は、扉開閉時間が異なることから1981年夏に廃止になり、同時期以降も未更新で残った車両については、統計式のみでの編成で運用についていた。更新後、冷房改造前の姿1985年。 撮影1980年7月から1982年12月にかけて施行された。順序は1980年7月に出場した3103.3104に始まり、1982年12月出場の3105.3106に終わった。最終出場編成となった3105から3108編成のみ、津田沼駅から、 総合車庫内に移転した新工場で行われたほかは津田沼の旧工場で行われた以下に主な改造点を記す。統計式の更新は1979年末の計画では冷房装置搭載や種別、行き先表示器の設置なども行う予定だったが、主事の理由から見送りになった。そのため外観上はほとんど変化していない。 また3000.3050系更新車と同様に、前面の行き先表示板や種別表示板は、更新前から使用されていたものを流用した。1984年から1986年にかけて、室内のアルミ製塗装仕上げの貫通扉と乗務員扉の窓ガラス指示方式が黒エッジゴムから、金属押さえに変更されたほか、 側面扉開閉表示等は二等化の上一体ケースとされた。それとほぼ並行して一時車に関しては、空気圧縮機が V 型機等の A-2 から二次車と同一の C-1000 に交換され、絶縁性を高めた。編成は、形式内で4両単独や6両編成を組むことが多かった。工述する冷房等再工事開始直前の1987年春頃までは、 コイルバネ台車装着車の一時車と空気バネ台車装着車の二次車も問題なく蘇生されていた。一時車は3050型と連結して6両編成を組むこともあった。1986年12月には一時的に3129から3132の中間に3000系、中間ユニットの3011から3012を 挿入して6両固定編成を組んだこともあった。1987年7月より、二次車の3121から3124から実施され、同時に種別、行き先表示器も設置された。以下に改造の詳細を記す。最初に出場した3121から3124は、前述したように小窓ステンレス製扉が特徴で、 冷房搭載後も約1年はこの扉が継続使用されたが、1988年8月に一般サイズ窓ハニカム構造式のステンレス製扉に交換された。このタイプの扉は更新時よりステンレス扉だった3103.3104でも冷房加工時時に交換されたほか、3133.3134? 木工事後の1990年4月に交換された。形成では、1983年春の3150系以降において、更新時に冷房搭載工事を実施していた。1984年夏以降は冷房化率を向上させるため、3300系二次車を筆頭に、更新を伴わない冷房搭載のみの工事が行われた。これに関しては、 経年の浅い形式、グループから順次行い、3300系の工事が終了してから統計式の工事を開始した。3150型と3200型は更新と、冷房搭載は同時施行とされたため、単独工事は行わず、統計式以前の車両は更新済み車両の工事となった。統計式に関しては、経年の浅い空気バネ台車装着車の二次車から、 行い、1988年3月末の3125から3128を最後に二次社の工事を終了した。投資の関係上、一次社に関してはしばらく工事を見送っていたが、1989年6月出場の3113から3116から一次社の工事を開始した。内容は二次社と同一である。 1989年12月末出場の3109から3112を最後に本形式前者の冷房搭載が完了した。この時点で、比例防車は3 0 0 0 3 0 5系の計40両のみとなった。 1990年末から1991年初めに一時社の3111.3112ユニットか3050系3059から3062と組んだ以外は多形式と根血した実績はなく一時社二時社各グループで4.68両編成を蘇生していた特に1991年3月の 改正以降は3150型とともに4両プラス4両の8両編成優等列車運用で使用されることが多く、これは営業運転離脱寸前の1995年末まで続いた。1990年秋から冬にかけて主管制御機の小型化、東洋電気製造製のモーター搭載車である3125から3128の TDK810。 4回モーターを TDK8100A モーターへ交換、他の東洋車 TDK810AF モーターも同系新品に交換された。1992年春には行き先表示器の字幕について上の成田空港表示のみ日本語の上に大文字で英字を表記するタイプに変更された。1993年11月からは車体塗装が ファイヤーオレンジベースから現行標準色に変更された。最初に変更されたのは3129から3132.3105から3108である。赤電格形式の塗装変更は同年6月から行われたが、全照灯が上部左右にある車両としては初めてであった。前面まで伸びていたステンレス縁取り付けの細体はすべて撤去され、 レッドブルーの帯配置は3150系以降と同一とした。1994年6月の3121から3124をもって3100系の塗装変更を終了し、一時車の3109から3112.3113から3116は廃車時まで変更されなかった。検査期限が近づいていたからだとされる。 1995年3月に、ファイヤー・オレンジ塗装の3109から3112.3113から3116が廃車された。同時期に3050系3067から3070が千葉急行にリースされたが、これら8両は定期検査期限も近かったことから解体された。 1996年1月から3月にかけて、現行標準色の3101から3108.3123から3124.3129から3136が廃車され、いずれも後に解体された。百九十六年一月、二次車の百二十五から百二十八が三千五十系千七十一から千七十四の代替として、 千葉急行にリースされ、3071から3074は、形成に返却された後に、廃車、解体された。従来千葉急行に、リースされた車両は、車名表記変更のほか、ブルーベースに、ホワイトタイへの塗装変更を行っていたが、統計式以降のリース車は、グレーベース色は変えずに、帯のレッドとブルーを反転させ、車名表記変更を行うのみになった。 また、いわゆる赤電格形式で TD カルダン社の千葉急行へのリースは今回が初めてで、以後、千葉急行リース社は1998年の会社解散まで TD カルダン社のみだった。続いて、1996年3月には3050系3067から3070の 大体として二次車の3121から3122が3150系3157から3158と共にリースされ、以下の編成を蘇生。3067から3070は、形成に返却された後に、廃車、解体された。千原台、上の三一二1 3 1二2 3 1 5 7 3 1 5 8レーボ後の統計式の多形式との、 本決は初で、形成在赤時は解無だった。九百九十六年三月末時点で、形成者としての統計式は、形式消滅となり、千葉急行にリースされた二次社6両のみが残り、一次社は全廃になった。なお、三千百二十一から三千百二十2は、口日の通り千葉急行が、会社解散した九百九十八年十月から十二月の、 間残ったため、正式な形式消滅は1998年12月上旬となった。1997年6月上旬に、千葉急行にリースされていた3125から3128が形成に返却されて廃車になり、その代替として3150系3151から3154が新規にリースされた。これにより、 赤電片扉車でアルミ製塗装仕上げ扉の車両は消滅した。同時に統計式の上野寄り先頭車も消滅し、3121.3122の成田空港寄りユニットを残すのみになった。1998年3月末には千葉急行にリースされていた3121.3122の上野寄りユニットの3157.3158。 もう3161.3162に変わって、形成に返却され、廃車された。3十2 1 3 1 2 2は、検査期限延長試験者として12月上旬まで、使用することになった。3161.3162は前述の、社名表記変更、帯色変更をせずに、形成使用のままでリースされ、異業式、移植編成となった。 1998年10月1日に千葉急行電鉄は会社解散し、施設は一括して京成電鉄に譲渡され、路線名も千原線となった。千葉急行にリースされていた車両は全車が京成に返却され、千葉急行の車名表記のみ決して引き続き使用されることになった。その時点で3121.3122も、 千葉急公へのリース車として在籍していたため、京成では形式消滅した統計式が2年半ぶりに、形成に戻り運用に入った。前述した、検査期限延長試験が終了した1998年12月上旬に3121.3122は廃車され、統計式はこれで完全消滅となった。統計式の消滅により、ベージュ色デコラの内装を持つ車両、 ユニット間につま窓を持つ車両、吊りかわさ細胞が普通構成塗装である車両、座席駆け込み板が構成塗装である車両は姿を消した。3121.3122は、前述したように1970年には、側扉の小窓ステンレス扉か、1982年2月から3月には、行商専用車への使用。 1987年夏には3 1 0 0系発の冷房搭載車。1991年3月29日には定期列車として初めて、京浜急行電鉄三崎口駅乗り入れ列車に充当され、他の編成の4連と蘇生され8連で運用し、1996年春には 3150? 型と混血七場急行へリースされたなど、変化の多かった車両でもある。 ありがとうございます。